逆ヒールド観察隊隊長五木です。本日もよろしくお願いいたします。 さあ、米国株式においての失敗のリスクというのがね、存在するのでしょうかということで、私の観点から言いますと、米株式取引においてですね、失敗はないと思ってます。これはまあインデックスファンドをね、使うことによって、まあ米国株投資っていうのは失敗しないというふうに認識しております。個別株、信用取引、CFD などは別です。デックスファンドプラス現物のアメリカの株式、こちらの方はえ最強投資ということで、 失敗はありませんということなので、今回、なんで失敗がないと私が言い切っているのかどうか、そのあたりを、ね、皆さんと情報共有していきたいと思います。それでは、スタートですぼぼ。僕らは逆にいる観察隊。 目下42年ぶりりの大逆イールドが進行しておりますこの逆イールドが解消した暁には、すでにアメリカはリセッション入り、そして株価の下落も過去は起こっておりますと。今回、今回起こるか起こらないかは分かりませんけれど、起こった時に慌ててもしょうがない。転ばぬ先の杖。 こちら、メンバーシップの方をね、立ち上げて、メンバーシップ会員さんと共にね、資産を爆増させていこうという活動をしております。気になられた方はメンバーシップご登録お待ちしております。 そうしまして、おとチャンネルですね。40歳から60歳世代が失敗しないニーサ投資ということで、平日は、ね、ニーサを中心としたアメリカの株式投資のお話を出しております。土日祝日は旅とグルメ動画の方で、ね、配信しているという、えー、チャンネルがありまして、今そちらの方でね、えー、老後不安はニーサ年間投資枠360万あればなんとかなる360万円の作り方。えー、実際老後不安解消、ファイヤーするのに1億円は必要です。 必要ないといとう、ね、動画の方を出しております説明欄に URL を貼っておきますので、こちらの方のご確認のほどもよろしくお願いいたします。 さあ、えー、今日はね、こちらの動画についたコメントを元にお話の方を組み立てていきたいと。だから嫌いなんだよ、一部の S&P500、えー、信者ということでね。まあ、S&P500 を使って1億円を貯めていくということがどれだけね、しんどいのか。えー、そしてその1億円を貯めれた時の内訳。まあ、今回させていただいたシミュレーション上ではね、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけれど、10年間で S&P500 で1億円を手に入れようとしますと、元本が6000万。 え、S&P500 の利益が4000万、合わせて1億円と、え、なんと元本10年間で600万も入れないと1億円にはたどり着かないんだよという動画についたコメントになってます。 確かにね、と、年間で1000ぐらいを入れられないのに、送り人というのはリスク大きすぎますね、と。えー、90%以上の確率で送り人になれる人はそれでいいと思いますが、ギャンブルは周囲の方々を不幸にするので、今一度入金力を上げる方に専念してみてはいかがでしょうか、というね。えーまあ、入金力の高い人から上から目線が届いておりますと、えー。ただ何もね、はい。S&P500 が最強で、999ファングプラスなどがダメなのか、レバレッジ商品がダメなのかというとそうでもないです。商品特性 っていうのをね、理解して使っていけば何ら問題はないと。入金力上げれるんだったらみんな上げているという話でね、私のチャンネルでは入金力が少ない人でもしっかりと送り人になれますよという情報発信をしていると。それなのに今更入金力を上げる方法を考えていきましょうなんて本末転倒ということになります。入金力の高い人は勝手に S&P500 で送り人になってくださいと。入金力の少ない人は私のやり方を参考に してていいいただけれればととうことでこでのチャンネルは運営されていきますもう一つ S&P 信者ではないですがコロナの時に安い時に買って放置しといたら6割以上増えた最近利確しましたとレバナスは値動きが激しく難しいですこちらのやり方だとね順張り大相場は取れないですねと経験上大相場に祈れないと爆撃にはつながらないですこのチャンネルも楽しく見てはいますということでねこの方は全く理解できていないと思うんですけれどコロナの時に S&P500 ではなくて、SOXL なんて使っていたら、6割以上の利益なんていうところではないわけですよね。実際に私は2022年10月に SOXL を7ドル以下で購入して、今の段階で、まあ、この動画が出る頃にコロが上昇しているのか下落しているのか分かりませんけれど、500%以上の利益を取れていってると、最高に利益が乗っていた時っていうのは、今ちょっと速度ねあの失速していますんで、7倍 以上のリターンが乗っていたということにねなりますのでえ順張り大相場え順張りなんかしなくても大相場取りますよと、え。ー 順張り大相場は取れないですよって,ってちょっとマジで笑かしてもらっていいですかということで、順張りしながら大相場じゃなくて、順張りではなくて、大底になった時に仕込んでおいて、そして大相場になった時に売るというのが基本でしょということで、え、なんで爆益につながらないんですかと、もう本当申し訳ないんですけれど、えー、コロナの時に資産の P500 を仕込んで、6割増えたから売却した、え、 去年、私 DPST50% 上昇とか80%上昇で利格してますよということで、はい、いいね、あのこのあたりのことも理解しておいた方がいいですよ。とりあえず今、私の SOXL っていうのは、今年に入ってからは700%以上の上昇になっているということですね。えー、大相場取れてますよねということですね。そして次いきます。一部の S&P500 信者の資産を資産の上でぶち抜いていきたいと思います。S さんもおっしゃっていたと思いますが、そもそも資産形成は 他人との競争や争いではないのではと、余裕ぶっこいて聞き流しましょうと、レバレッジ型商品で運用すれば成功すれば資産の形成には優れますが、失敗すれば資産を減らすこともあると思います。また50歳にもなれば失敗した時のリカバリーしにくさもあると思いますと。おそらくアンチコメントが来ているのはイ豆さんが失敗のリスクにあまり触れられていないからと思います。イ豆さんをはじめ視聴者の皆さんが資産形成成成功されることをお祈りしますというね。このお最後のお方の質問が、私にね、 きっときたととたいうことになりますまずね、レバレッジ型の商品でも、まあ、S&P500 でもね、何でもいいんですけれど、失敗すれば資産を減らすことがあると思います、ね。失敗しないですね、まず、えー。そして、この失敗のリスクっていうのがあるのかないのかっていうことで考えていきますと、まあ、最近私は言わなくなっておりますけれど、これはメンバーシップの方でね、やってますんで、まあ、一般の方には言ってないんですけど、絶対に負けない取引っていうのが成立するわけですよ。 アメリカのインデックスファンドを使っていればね、ということで、まずアメリカのインデックスファンドというのは S&P500 でもいいですし、999でもいいですし、ファングプラスでもいいですし、ソックス指数でもいいですしと、まあ、これらの指数に連動している ETF、そしてこれらの指数に連動しているレバレッジ型 ETF 商品、もしくは投資信託をつえ使っていく限りでは、失敗という言葉はないわけですよね。なぜかというと、それは長期間で見ますと、 必ず右肩上がりになっているからだと。えー、ということは、えー、ちょっと高値上づかみをしてしまって、その後株価が暴落してしまったとしても、2、3年を放っておけば、そのうち株価が上昇していくっていうのが、元指数の ETF 商品、もしくは投資信託。レバレッジ型は多少低減が加わりますので、下落した時にスポット購入さえしていれば大丈夫ということで、まずね、アメリカの指数に連動している投資信託、ETF 商品っていうのは、長期 え目線で見ますと必ず右肩上がりで上がっていくのがこれ常識になってるわけでしょだったら失敗するということはただ一つですよね下がった時にローバ売りをするということ損切りをするということこれをする人が資産を減らしていくという人ですね私のチャンネルは絶対にローバ売り損切りはしませんということを銘打ってますということは失敗するわけがないとトータルリターンがいくらマイナスになったとしてもそこで打ってう ったら負けけですけれど、売らなければそのポジションっていうのは未来永劫現物のアメリカの株式の取引ではポジションは残ったままになるとあとは余裕ができた時に下落していればスポット購入をして平均取得単価を下げておけば次の上昇期になった時にしっかりとリターンが取れるというのが 私のやっているね、アメリカの株式の投資ということになっていきますので、失敗する人、それは損切りをする人という、えー、イコールにしかなりません。信用取引 CFD をやられている方と同じにしていただいたら困ると。で、レバレッジっていうのも、資金にレバレッジをかけているっていうことは、これ、いわゆる借金ですから、借金するからマイナスになるわけですよ。ですけれど、商品にレバレッジがかかっている、レバナスソクルっていうのは、 これは資金にレバレッジがかかってるんじゃなくて、商品にレバレッジがかかってるということなんで、損はしないということなんですよね。ここを理解できるかどうか。S&P500 信者の人たちっていうのは、あまりにも昔の常識にとらわれすぎていて、今のハイブリッド型の商品の商品特性が全く分かっていないという方が多い。だからこれ失敗するって書かれるわけですね。失敗する人。これはもうこのパターンしかありません。まず損切りする人。 二つ目、信用取引 CFD に手を出している人。三つ目、個別株をやられている方というね、この三つだけなんですよ。これさえしていなかったら必ず買ってるんですよ、ね。現物のアメリカの株式の取引をしていて、これ現物のアメリカの株式の取引ですからね。CFD や信用取引っていうのは現物ではないですからね。だから商品にレバレッジがかかっていても、現物のアメリカの株式の取引をやっていて、そので選ぶ商品さえ間違えなければ、 必ず勝てるわけですよね選ぶ商品の基準っていうのは別動画で出しますんで、そちらの方を見ていただければということになってきますんで。ということで、えー、私がやっているアメリカの株式の投資っていうのは、もう絶対に失敗しない取引しかやっていないということ。だから失敗に対するリスクなんていうのは存在しないわけですよね。損切りする人、そして個別株する人。 信用取引、CFD をする人、この人たちは失敗するリスクがあるというね、えー、ことで。じゃあ、テスラ1.5倍ブルはどうなんだと言われると、まあ、これはもちろん個別株にレバリジがかかっていると。ですから、これは、ひょっとすると失敗する可能性もなきにしはあらずですけれど、テスラ1.5倍ブル、テスラに関して言いますと、大丈夫と。なぜか、それはしっかりと、 テスラの会社が今株価は下がってますけれど売上はしっかりと残していっている潤沢なキャッシュフローがあるということがね決算で毎回ねチェックしておりますので問題ないということになります最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうお待ちしております